カット、ヘアカラー、ネイル、エステ、さまざまなスペシャリストが集まるユニークな美容院があります。もっと極めた技術を、お客様に提供することで、これまでの業界の常識を覆した企業の戦略とは。広島市内に9店舗を展開するラランジェは市内最大級の美容院。人気あるカットの専門家は、おしゃれでお手入れの楽なヘアスタイルを提供するっていうことを大切にしてるんです。一方、こちらはヘアカラーの専門家。もっと極めた技術を、お客様に提供することで、スタイリストがもっとカットに入れますし、僕たちは僕たちでカラーの技術をもっと深いものをお客様に提供できるということを心がけてやってます。その他にもネイルやエステなど専門分野に特化したスペシャリストがいます。このような美容院はまだ珍しい存在なのです。通常、美容院では美容師自らが受付からカット、ヘアカラーまであらゆることを一人でこなします。一方、ラランジェでは一人でやっていたことを分業化にしました。スペシャリストがチームになって一人一人のお客様をおもてなしさせていただいているというところが一つの強みになっていると思います。お客様からの要望もやはりだんだん進化をしていっています。ですが、美容師がヘアカラーもカットも全て勉強しようと思うとすごく時間がかかってしまうんですよね。ですが、カラーはカラーの専門家がそれを極めていくことで、高いお客様の要望にお応えすることが可能になるという。一体スペシャリストたちはどうやって生まれているのか。その答えが本能理店にあるということで行ってみると、なんとそこにはトレーニングセンターがありました。朝早くから夜遅くまでやらないといけないというのがこの業界の当たり前だったんですよね。どうやったらその、拘束時間をもうちょっと効率的にできるかなということを考えたときに、トレーニングセンターを作って、それであれば営業が終わらなくても練習ができるものですから。ここではラランジェで働く見習いのスタッフたちが各店舗から集まり、平日の昼と夜2交代でトレーニングを行っています。夜の時間が有効活用できるのですごいいいです。厳しい時は厳しいです。トレーニングセンターの一角にあるファイルを発見。それがラランジェオリジナルのマニュアル本です。何か悩んだ時にみんなが開けるように全店に置いてあります。マニュアルには技術的な基礎知識から接客の心構え、人生の生き方まであり、ラランジェの原点が記されているのです。これを書いたのは佐々木俊恵さん。前身の朝日美容院時代から生涯をラランジェに尽くしてきました。俊恵さんの最後の愛弟子上永さんに生前の俊恵さんを振り返ってもらいました。人を育てるっていうことにすごい一生懸命で、ラランジェと結婚したような感じです。上永さんが俊恵さんから受け継いだ大切な言葉とは、悲観は感情、楽観は意志っていうのが好きです。それはどういう意味なんですか？楽観的に振る舞うのは意識的にできることで、悲観的になるのは感情だっていう。だから自分の意識で、すいません、涙が過ぎてもらうの親以外で自分を育ててくれた人が職場にいるかなってすごい思うんですよね。で、本当の親みたいに育ててもらったので、もうなんか職場のお母さんみたいな。美容師はどうあるべきか、技術だけではなく生き方までも書かれたこのマニュアルはラランジェの礎となりました。この会社にはもう一人、美容師の生活そのものを変えるきっかけを作った人がいます。創業者の佐々木しな子さんです。しな子さんは1933年東京で美容室を始めました。戦後広島に戻り小さな美容院を再開。それがラランジェの前身朝日美容院です。しな子さんは朝から晩まで身をこぎして働いてきたといいます。一時はすごく良かったんですけれども、晩年は非常に貧しく、そして小さくなっていって、60歳でがんで亡くなるというところのストーリーを、先代がその美容師の一生を見て、それからその志を継いでラランジェとしてもう一度生まれ変わらせていったという歴史を僕は聞いているので、しな子さんの生き様は美容業界特有のものでした。実はですね、美容師さんが一番実は不健康なライフスタイルだったりするんですね。例えばお昼ご飯も朝ご飯も食べずに働いているであるとか、朝早くから夜遅くまで仕事やトレーニングをして睡眠時間を削ったりだとか、でそういうその不健康なライフスタイルを送っていたんではお客様に対してそんなアドバイスはできないなと。でそこで僕らラランジェとして何かできないかということを。その解決策が祇園店にありました。店の一角にあったのは厨房です。今日はですね、寺本のスパイス弁当です。昼ご飯を食べない人が多い美容師の食から取り組むことにしたのです。弁当は希望者がいる全店に配送してくれます。しかも会社が費用の半分を負担。サラダご飯とか野菜が入ってる時があるんで、その時は野菜私たちあまり取らないので、いいですよ。そして美容師にはもう一つの問題がありました。3、40代をピークにして、そこからやはり徐々に体力もそうですし、新しいお客様からご支持をいただきにくくなるというような側面もありまして。女性美容師の平均年齢は 32.9 歳。多くが途中で離職しています。しかし佐々木社長は時代の変化に目をつけました。消費者の平均年齢というのも今40代の後半というふうに言われていまして、今時代は高齢化社会。そこでラランジェは結婚や出産で職場を離れた美容師たちの腕をもう一度生かしてもらおうと別ブランドを立ち上げました。その大人の方の価値観を分かるという意味では、やはり大人の美容師というのは大変今必要性というのは高まってきているというふうに感じています。美容業界の常識を見つめ直し、美容師の働き方や食生活を改善、より高度な技術が身につけられる美容院、それがラランジェです。たくさんのお客様からご支持いただける、そういう素晴らしい美容師を育て続けるということがとても大事なことだと思っています。